どうもこんにちは、ペンとカメラと雑記帳高橋です。いつもご視聴ありがとうございます。先日ミニ6のシステム手帳をですね購入しました。これをですねなんとか使ってみたいという気持ちが今高まっておりまして、それをこう、火をつけるといいますか、ちょっとこうカンフル剤となるべくですねプロッターの2ミリグリッドのリフィルをセットアップしております。挟んだだけですただこのあんまり愛着が湧きそうな感じじゃないんですよね。こうもういかにも合皮ですよっていう感じなんです。やっぱりねトラベラーズノートの風味と比べるとですね、今ちょっとゴムの位置があまりよろしくないようですけども、もうそれはしょうがないですよね。だからこれをこう入れたいっていう気持ちはもうそこをグッと抑えてですね、まずは、このサイズを使いこなすには何がこう何と言いますか関所になるのか、何ができたらこれを使いこなすことが私は可能なのかということをですね考えてみました。もちろんここまでですねちょっと視聴者の方からいただいたですねこんなの楽しいですよっていうような意見なんですけれども、お名前はですね今すいませんが隠させていただきます。許可をいただいておりません。こんな感じのねメモを取ったり、こんな余白でですねパパパッとメモを取ったりするのは非常に気持ちがいいですよね。あとはなんだ、これは想定したものです。それでさらにこの上を行って使いこなすためにはどこまで好きになれるかということがやっぱりかかってると思うんですよね。一般的な使い方の中で使うのか、それとも本当に好きだな、自分の相棒だなっていう風なところまで行くためにはですね、僕の場合は勝手に書き出したことを受け止めてくれるだけのですねこう懐の深さというものがですねあってくれた方がいいんですよね。で実験をしました。こんな感じです。どこまで字を書き込めるかという実験です。これはもちろん使う筆記具によってもまた人によっても字の大きさっていうのは違いますし、太さによっても違ってきますよね。ですから人それぞれではあるんですけど、私の場合はこれが一番小さく書いて、これぐらいがペンとの相性もあって自分との相性もあってギリギリなところです。ですけどここまで書き込めるとは実は思っていませんでした。ちょっと1枚ずつ紹介したいと思います。パーカー51で書き込みました。F2 部ですね。かなり細い印象がしました。海外のものの中ではかなり細い印象がします。はい。それでですねリングから外さないでこう独立させて書くんじゃなくて、リングに挟めた状態でこうやって書いてみます。ですからこの辺りは平面性は多少保てないと言いますか、それを考慮しながら書いてやる必要がありますね。その結果がこれです。かなり書き込めてるんじゃないでしょうか。これから YouTube でっていうようなことも、これ本当に書き捨てのようなことなんで信用なさらないようにお願いします。すいません。これから扱ってみたいなとは思うんですけど、これだけじゃねちょっと話にならないんで、これから発展させていかないといけないです。はい。もし誤字脱字ありましたら申し訳ないです。とにかくかなりのスピードで書くことに専念しました。次はですねセーラープロフィット21ですね、1911です。M2 部です。この紙のサイズのと比べるとですねかなり存在感はやっぱりありますよね。これで書きましたものがこれになります。これは今朝のニュースをですね、ジャーナルに書き写したんですが、その抜粋のようなことを書いています。
FTS が破綻して大変なんですってね。で、大谷翔平選手が広告の顔になっているので、これもどうなのかっていう、傷がつかなきゃいいけどっていうような心配もあるようです。選挙のことですね。ツイッターですね、イーロン・マスク。なかなか暴れてますよね。こんな感じですね。まあなかなか好きな文字の大きさで書けていますね。だから、いけるかな。あんまり無理してないです。僕は字は大きい方なんですけれども、ナチュラルな気持ちで、特にすごく小さく書きたいとかですね、そういうことはなくて、とにかくある一定のスピードを変えないで、とにかくどん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 書いていった結果こうです。はい、それからもうなんか透明にも太いのが分かりますけれども、モンブランの149で書きました。やっぱりね、二分が太いですからね。まあかなり遠近感くる絵ですよね。こうね、これで限りなく近づけてますけれども、もうタッチしましたっていう感じですね。ですからこの大きな二分でこの小さな紙に書いていくのがなんだかね、面白いなと思い始めました。楽しいなと思いながら書きました。ただまあ M ですので、字は太くなります。ですからまあこのような感じですね。特にそんなに工夫をしてるわけじゃなくて、同じようにスピードに乗ってさらさらと気持ちよく引きさせてもらいました。人に会った時にね、ちょっとこういうふうに印象を書き残しておくといいのかなっていう、それを習慣づけたいなというふうに思ってます。まあコロナの昨今ではありますけれども、徐々に人と会う、それが世界が広がることだっていう、まあかつての世界観ですかね、そういうものを取り戻していきたいなというふうに思うんですよね。そしてですね、ちょっと比較参照のためにと思って、コクーン、パイロットコクーンのボールペンで書きました。これは、芯を入れ替えてですね、1.0 の太さのものが入っています。相変わらずいい感じです。ああ、いいな。これはね、このペンは、以前、すごくいいペンなのに店頭でなかなか目立たない、見当たらないなっていうという疑問をですね、動画の中で語らせていただきました。共感もいただいたようだと思っています。つい先日ですけども、某町のロフトに行きましたらですね、他のペンのところと同じように刺さっていました。ただやっぱり触れないようにですね、どうしてなのかはわからないんですが、あんまり綺麗じゃないビニールにくるんで、とにかく直には触れない、だけどペン刺しにはしているという状態で、3本4本ぐらいかな置いてありましたね。あんまりこのペンにはそれはふさわしくないディスプレイだと思いましたね。ちょっとかわいそうです。周りのビニールがあまり高級なビニールじゃないので、ちょっとこう汚れて、薄汚れて疲れた感じで見えちゃったんですよね。もったいないなあ。まあもちろん別のね、ショーケースなどにも入ってるんだと思うんです。で、買う人もですね、それを抜き取ってレジに行ったら多分新しいものに変えてくれるっていうことを期待して購入するんだとは思いますけどね。でもファーストインプレッションって大事じゃないですか。あ、綺麗だなって思わせたいですよね。思ってもらいたいですよね。本当に綺麗なペンだと思ってます。僕は愛用してます。さて、書いてみました。 1.0 でありですね、アクロインキがですね、滑りがいいんですよね。またツルツルと書けるんですよ。で、このプロッターの紙すごくいい紙ですね。余計ツルツル滑ってですね、もうツル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 書けましたね。はい、ですからボールペンにしてはですね、ちょっと太く、太いのは太いんですけど、大きめの字になっちゃっ
ったんじゃないかという気がします。そうですね、例えばペンテルのモノグラフ 0.5 などで書いたらもっともっと繊細な字でたくさん書けるんだと思うんですよね。あの4枚書いたところで私ちょっと疲れ果ててしまいましてですね、これだけしかお見せするものがないんですけどね。パーカー51と比べるとどうでしょう。まあ同等か少し大きい感じですかね。ちょっと文字が流れる傾向があるような気はしますね。紙との相性の問題だと思います。まあプロボールがねツルツルいくんですよ。気持ちいいんですよね。これが1911です。149ですね。これだけ書ければなかなか使えるんじゃないかなという気がしております。こういうふうにね使ってもいいとは思うんですけど、それよりは横にして、このような状態にして書いた方がですね、ここの平面性 が調整しやすいと言いますか、漁しやすいと言いますか、こう書いていくとですね、書き出しがこうへこみすぎちゃうと思うんですよね。もちろんピントがね、プロッターのね、リフィルこのままだとですね、もうだいぶページを使いましたので、もう今はこのまま書いても全然平気なんですけれども、下ろしたての時はですね10枚くらい外して、この後ろにつけました。ここで書くのがすごく書きやすかったです。そして、最初から付属していたこのリフィルをですね、申し訳ないんですがちょっと下敷き代わりのような気分で使わせていただいております。前も申し上げたんですが、ここのねここの金具のどうしても厚みが出ちゃうんですよね。この厚みの分だけ引っ込みが生じてしまうわけですね。傾きが生じてしまうわけです。この、これが金具が、正体になってると思うんですけども、このくらいですよね。これを解消したいんですけどね。ですから何か下駄を履かせるとか考えてみたんですけども、あんまり現実的じゃないだろうと思って、ちょっと既存のリフィルをですね下敷きにさせていただきました。これで不思議なことにですね、横書きにすればなんか案外うまくいきます。縦書きだとさっきも言いましたが、この惚れ感があるんですよね。不思議ですね、縦と横だけの違いなのに。はい、というわけで今日はですねこんな風に書いてみたという報告動画です。これで僕は使えるなっていう実感を持つことができました。この M6 を持ってですね出かけた時にダーッと気持ちを移して止める相棒として使うことができるというふうに思いました。で、実はですねお知らせが一つあります。まだ届いてはいないんですけれども、プロッターさんのところでですね M5 スクエア、これの抽選会があったんですよ。これはブンブン川川の文化部さんのですねところで私は情報をいただいたんだと思うんですけれども、こんなことやってるんだなと思って早速ホームページに飛んでいって応募をしてみたんですが、抽選っていうことになるとですねダメでしょうねって、ほぼ 95% くらいダメでもともとと思って、好みの色をですね申し込んだところですね、なんか当選したようなんですよね。それで購入手続きを取って今到着を待っているところです。それが届きましたらこの今日皆さんにお見せしたこの修行がですねきっと役に立つというふうに思っています。だけどこいつも大事にしてやりたいなというふうに思っています。ただこれね
このっていうのはどうしてもありますけどね。システム手帳を私はこうだんだんカムバックしつつあるのだなというふうに感じております。まだ本格稼働には至っておりませんけれども、また、使い方をいろいろ発展させて皆さんとシェアさせていただきたいと思っています。今日のところはこんなところにしておきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you.